国会ではおよそ3年ぶりとなる党首討論が来週19日に行われることになりました。先ほど自民党と立憲民主党の国会対策委員長が会談し、岸田総理と各党の党首が1対1で議論する党首討論を19日に行うことで合意しました。野党側は政治資金問題を中心に岸田総理を厳しく追及し、衆議院の解散も迫るものとみられます。最後に審判を下すのは国民だと思うんですね。この国会のやっぱり最大の山場にこの党首討論をしたいと。党首討論の開催は菅政権だった2021年以来で、岸田政権では初めてです。